今月で館長が定年になるんです。美術館の館長は、それは、いえ、何でもありません。玉造湯神社もいいところです。そう言われたら、高校を卒業してから行ってないわ。思い出したら、今日は月が綺麗なの。若者、いいところであった。ああ、なんだてて。わしはおじいさんを案内してあげてください。気分転換、早こと帰って、大浴。癒されえな。気持ちがよ。ギャルの便箋。こんにちは。今日は報告があります。すごいことが起きました。ビッチが京店商店街でプロのカメラマンから声をかけられたんです。それも女子高生に大人気の雑誌ティーンズクイーンのカメラマンだったんです。東京だとよ、おはようございます。幽霊のこの後いつ何が起きるかわからないので、持ち私、それでは
あなた本当にそれだけですか？昨日の夜具合が悪くなって、疲れかストレスじゃないか。昨日ジュンさんと何を、どういうこと？私気づいてます。教えてくれません。あなた大場高校のクラスメイトなん、え、違うの？私に隠れてこそこそ連絡を取り合っていて、ジュンさんとはそれだけですか？そんな SF、 ジュンさんがベリーの赤い色がダメなんです。それなんです？前に一緒に医療ドラマを見ていた時、子供の頃は何ともなかったと言ってました。私私ジュンさんを、何ですか？ありません。聞いたことありません。でもクラスメイト、将来の大スターらしいです。山陰中央新報社のパンフにアリサちゃんと、持ってませんけど、さ、そういうの好きみたいですよ。海外の SF ドラマをよく、はい、いいですよ。
何ですか？あれは、あれを持ってないものは中に入れ、本当にあれを知ら、あれがなかったら、持ってるじゃないか。私の名前は森田です。助手のすがり。UFO の観測と分析、そして情報収集。当然だ。何を知りたくて、ファイルナンバーは？わからないの。森田やめて。彼は僕らの活動を探る。君、森田、いい。よーし、合格。異星人のスパイなら簡単には引き下がらない。何の話が聞き。UFO は神話の時代から。日本政府は隠してるけど、異星人の侵略はすでに始まっているわ。数年前から拉致された人の中には返される者もいるんだ。拉致された人の中。これは僕の説だけど。いいえ、基地は宍道湖の底よ。
松江城。新事故。それは僕の。森田はアイドルオタク。ただのアイドルオタクじゃない。森田、この際だから言わせてもらうけど、この日いいだろう。私はな、君も好きなボディービルダーの写真で。私はビル。いいよ。あなたの弱点を知ってるのよ。何？ズバリ。どうしてそ、野獣に噛まれた歯型の跡があるでしょう。小学校のど、今でもズキズキと痛むことがあるんだ。彼女のイメージ。山陰中央テレビにいるって言ってなかった？すがり、やめろ。わかりました。用が済んだら帰ってくれ。
いらっしゃい。マガタマビールのポスターでやすよ。いいえ、無名でやす。初代からポスターをコレクションしてやすが。へい、鈴木のほ。
額でいいって。お兄さん、何、実は店長の隠し子だとか。うちの店長ケチで有名なんでやすよ。それが魅力があるようには見、ホラー小説、そうでやす。これで相撲足腰の4品目だな。あとなんだよ、thank you.
何でしょう。ご用件は。これが当社のパンフです。それは先月のです。これです。それでよかった。
どうしたの？ごめんなさい、まだ役に入りきれなくて。甘えたこと言わないの。え？何ですか？アリサにですか？もしかして私？私？はい。ちょっと待ってください。これから次の公演の配役の発表があるんです。主役に選ばれたからって浮かれていてはダメ。はい。かわいいとか美人とか言われる女優は本物じゃないの。そういうので役をもらうような女優にはならない。ママ。いらっしゃいませ。大切な話をするので隅の席でお願いします。私はあれもドラマ、映画、それともモデルかしら。最初はスカウトじゃないの？あなた だうるさい。あなたのことなんて聞いてないわ。これで私がビッチじゃん。私の怖がる芝居上手。ここはあの、ありがとう。あれ、羽田さんはお帰り。ああ、そうです。明日、はい、こう、
そうですね。昔は女性は子供ができると強くなるんですよ。何をやるにも子供がさ、いつの間にか。すみません。お。よし。今度はどう、彼女、お前。ああ、そういうことか。脅かすな。聞きたい。旧姓羽田理子。高校卒業後、地元の芸能事務所に所属、羽田ジュリナの芸名でアイドルとしてデビュー。きいや、この程度で。彼女は美咲理子と改名して演歌歌手になった。デビュー、そうだろう、売れなかったからな。いや、さらに改名して理子という名前でグラ、確かに痛いが、これがマニアに受けた。そしてあるけど手に入らなかった。いいけど、ただそう、それならも、俺隠れファンだったんだ。人気ブロマイドにサインを書い、頼んだぞ。俺は忙しいんだ。いらっしゃい。していやすよ。兄さんマニアですね。マガタマビールのキャンギャル市場、リコ姉さんはいいでやすけど、それはやめてください。ポスターの貸してもいいでやすけど、絶対にサインとかは。用が終わったなら明日は仕事に。またあなたなの？ママ、
知らないおじさんよ。残念だけど話はここ。グラドルって何？アリサ、ママはこのおじさんと話があるの。はい。